東北百名山は東北山岳写真家集団によって選定された東北地方の名山百選である。初版は1990年であり、2000年の審判では十座の入れ替えが行われた。本項目では審判による東北百名山を記述する。東北地方の山々であるが、一部境界線を接する関東百名山にも属する荒海山や、 高新越百名山にも属する浅草だけのように重複するものもある。東北地方の山々は標高は2000メートルそこそこであるが、比較的寒冷地にあるため標高1000メートルから2000メートルの範囲で様々な高山植物が見られ、山麓にはブナ林、その上部の標高1000メートル付近からは大白びそなどの赤山帯信用樹林帯が広がる。 中でも白上山地の舟林は、日本で初めてユネスコの世界遺産に登録された。また、大宇山脈にはかつ火山が点在し、豊富な温泉群に恵まれる。中央の赤量をなす大宇山脈や、それに並行するでは山地は、火山が多く分布するが、太平洋側の北、上高地や阿武熊高地及び、日本海側の越後山脈は、火山は少なく古い河口岩から構成される。 日本海側には、新第三期の火山活動による堆積物であるグリーンタフと呼ばれる緑色行海岸が分布する。日本海側の山々は冬季にシベリア気団による季節風が吹きつけ、特に、鳥海山及び、合山などは10メートルを超える積雪に見舞われる。では散々、岩木山、町海山、飯出山及び、あだ山を筆頭に、古来より信仰の山とされ、 山岳主源の山として解散されてきたものも少なくない。これらの山々は実りの神、農耕の神として崇められてきた。深田久屋の日本百名山は十五座を数える。東北百名山一覧以下の十座は、旧藩の東北百名山に選定されていたが審判で差し替えられた山々である。一方、旧藩にはなかったが審判で新たに加えられたのは、 天狗岳、小岳、三石山、龍が森、女神山、牛慶山,山、菅根岳、岩岳、博士山、三岩山の従座である。ありがとうございます。